ってーチャゃクーボーまさかのうっかりっていうね。<laughs> うっかりな、僕あの、テストされてんのかなと思ったんですけど。<laughs> だって、まあ、クリックしたら僕の動画なんでね。まあ、それはまあ、久保さんもね、自分が送った履歴用のリンクをクリックすれば分かることだと思うんですけど。なんで、テスト、これはなんかテストをされてんのかなっていうね、<laughs> 思ったんですけど。<laughs> まさかのうっかりかって、ね、みたいな。まあ、基本的に前、前、久保さんになんか言われたことがあって、 なんすかね何だろうな。あのー、販売中、一回休みますみたいなことがあったんですけども、で、それは、なんか販売してる時昔の公開方法っていうのが、まあ、販売プロモーション中でもバカバカ動画を僕がアップしてた時期があるんですよね。でそうすると見づらくなるので、まあ、そういうのもあって。 あのー、まあ、ちょっと休みますみたいなしたんですけど、今は僕限定動画で僕は送ってるので、僕のチャンネルは一般的には別にいくら久保さんに動画送っても、そこには影響はないんですよね、大した。なんで、まあ今は別に、まあ1日1本ぐらいは、まああの、できるかなと。まぁ、あ、幼とか,な,んかなければ。まあ、特に朝、朝一1本とか全然できるので。うん。だからね、まあ、今回3日ぐらい、多分金曜、な3日、4日空いたと思うんですけど、 うん、まあできないってことはないですからね、まあ、3日4日もし空いたとするならば、まあ、なんか倒れてんのかなっていうぐらいですよね <laughs> そ<う>そ<う>まあもう習慣になってますしうんであとやっぱね僕も今販売プロモーションやってるんですけどやっぱ昔と違ってもうトゥードゥー化されて習慣化になってそのなんか販売プロモーションがもう簡略化されてきてるんですよね昔に比べると。 だから、まあ、販売してたとしても、そんなに時間がなくなるっていうわけでもなく、ぶっちゃけ、まあ、暇っちゃ暇なんですよね。だから、昨日も僕、ネットフリックス、あ、アマゾンプライムか、アマゾンプライムでドラマ、全部、アマゾンプライム、アマゾンプライムオリジナルのドラマを全部、一気見してみましたね、昨日は。ずっと <laughs>。ずっと <laughs>。うーん。まあまあ、あの、 できるっちゃできますね。うん。販売してても。まあ、時間あるんで。うん。でも、昔はね、ないときもありましたけどね。うん。まあ、あとはやっぱやり方が変わってったっていうところですよね。うん。あと、前、そうか。前は、その、久保さんの動画をガッチャンコしてたんで、そう。移動してるときとか大変でしたけど、あれは。うん。まあ、真相が分かってよかったです。 だからね結構ね、僕何回もね、あれ、まあ、たまにあるんですよね、リンク、コピペミスっていうのは。でも、まあ、の久保さんのチャンネルに行くと、久保さんの場合は、あの一般公開でアップするので、あのその動画があるんでああの、コピペミスしてるけども、あの動画が一応見れるんで、だからコピペミスがあった場合は、メインチャンネルに行って確認してっていうのをやってたんですけど、別にそれも、別にそのやり取りの中で、 コピペミスっていうことは僕は言わず、まあリンクを送るだけですから基本的に。<laughs> 基本的に文章全く送んないっていうね。なんか異様、この、このやりとり、マジで、異様のやりとり。<laughs> このやりとり、マジ異様ですよね。<laughs> でもこの異様なやりとりもちょっとネタになるなっていう、これ多分ね、普通じゃないですね、この。多分、久保さんもあのメッセンジャーでこのやりとりをしてるのは僕だけだと思いますし、履歴がやばいので、全部 URL みたいな。 全部 URL の履歴ってこれやばなくないですか普通ね、文字でやりとりすると思うんですけど <laughs>。これちょっと狂気の沙汰っすよね。これは、このやりとりはマジで狂気の沙汰。お互いにリンクしか送んねみたいな <laughs>。でもそれはそれで、まあすげえ簡略化されて,ていいていいのかなっていう。うん、はい。狂気の沙汰でいきましょうか。いってらっしゃい。